この南相馬に関しては、累積線量、放射線量というのは非常に少ないですよ。まだまだ屋外で運動しても全く問題ないような状況ですからね。ある意味実験じゃないですけども、このような状態で人間が住んでてどうなるかっていうのをこれから見ていくような感じなので、結局5年後、10年後経った時に小児の何か白血病が多くなったとか、こうやって折って、こういうふうに、あーちゃんの友達はまっすぐ死んで、上がったって。でも、ゆかの友達はまだ死んでないんで。県内の学校と三重県外の学校の、放射能の量は測ってると思うんですが、随分違いますか？いいですか？ここの地域と私の地域ほとんど差はないです。じゃあここまで通う意味はありますか？そしたら子供たち。30年後にあなたが言うどうなっていくかっていうことがまだ未知数 X だよ。見せて。